摂津忠は、秋田県秋田市出身の元プロ野球選手。右投右打ち。野球解説者。YouTuber。修が、給仕のため、報道では新字を使った、摂津という表記も使用される。秋田警報大附属高校では1年夏から、ベンチ入りし、3年時の2000年には、選抜に出場。高校卒業後は、JR 東日本に入社し、東北硬式野球部に所属。3年目から、登板機会を増やし、社会人日本選手権、東北2次予選では、最優秀選手賞を受賞した。2004年からチームのエースとなる。2004年の都市対抗では初登板となった1回戦の日本通運戦で8回、2、3を2失点で東京ドーム初勝利。社会人7年目だった2007年の都市対抗東北2次予選では4試合に登板し、防御率 0.89。同年9月には第37回IBAFワールドカップ。台湾大会の日本代表候補選手選考合宿が行われ、JR 東北が練習相手を務め、摂津が登板し3回無安打無失点。このピッチングが高く評価され、候補選手ではなかったが、急遽第37回IBAFワールドカップ日本代表に選出され、予選リーグの第1戦の南アフリカ戦に先発、8回まで7者連続を含む17。奪三振を記録し勝ち投手となり、第4戦のパナマ戦、準々決勝のオーストラリア戦、3位決定戦のオランダ戦にも先発で登板し4戦、全勝28回に3を投げて、自責点1、奪三振36、同大会優秀投手に選出された。2008年、初優勝した東北大会では、3試合完投して、MVP を獲得した。同年7月4日、第79回都市対抗野球の東北第2代表決定試合に先発。野田正義との投げ合いは延長16回2-2の引き分けで、翌日再試合となったが、その再試合にも中盤からリリーフ登板し、最後まで投げ切った。2日間で25回350球を投げた。都市対抗野球大会に7度出場。2008年度プロ野球ドラフト会議で福岡ソフトバンクホークスから5位指名され入団。背番号は50。2009年オープン戦の好成績が評価され、開幕1軍入りする。5月8日の対埼玉西武ライオンズ戦で中継ぎ投手として1回1、3を無失点に抑え、プロ初勝利。ゲーム終盤で、摂津、ブライアン・ファルケンボーグ、馬原貴弘の継投で逃げ切る勝ちパターンが確立し、この勝利の方程式は SBM と命名された。オールスターではファン投票中継ぎ部門から新人でただ一人選出され、緊張のあまり整列時のハイタッチを忘れる一幕もあった。第2戦で登板する予定だったが、第1戦で1点リードの8回1、2、3塁の場面で緊急登板し、無失点に抑えた。9月15日、登板63試合で、藤岡義明の持つ、パ新人最多登板記録を更新。前日は発熱で試合を欠場していたが、無四満塁のピンチを併殺と三振で切って取った。9月17日には33ホールドを記録し、球団記録を更新。10月11日のシーズン最終戦で70試合登板に到達し、1959年の杉浦忠、2000年の吉田修二の69試合を上回って、球団新記録を樹立した。林康夫の新人最多登板には届かなかったが、70試合は同年のリーグ最多登板で39ホールドポイントで最優秀中継ぎ投手と新人王のタイトルを獲得した。オフには球団から背番号を篠原貴之のつけていた16に変更するという打診があったが、50の摂津で覚えられたと、摂津はこれを誇示。年俸は3800万円アップの5000万円で一発、公開した。2010年、前年の疲労や2年目のジンクスが心配されたが、開幕から SBM の一員として、盤石の地位を確立した。5月中旬に、藤圭介が、方程式に加わり、SBM48 が確立。中盤から終盤には、森福雅彦、オリックスバファローズから移籍してきた、金沢武人も安定した投球を見せ、ホークスの中継ぎ陣の防御率は12球団唯一の2点台だった。セッツはその筆頭格として71試合に登板し、稲尾和久以来となる2年連続70試合登板を達成した。オフの契約更改では、年俸1億円を提示されるも、3年やって、一人前の世界として9500万円で契約した。2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震で自身が8年間在籍していた JR 東北が被災した際には義援金を送り後日見舞いにも行った。シーズンでは前述の2年連続70試合登板の勤続疲労が心配され本人の意向や右の先発の柱が不在のチーム事情もあり先発に転向。オープン戦や練習試合など、対外試合31イニングで1失点という形で開幕を迎えた。プロ初先発となった4月16日の対西武戦では打ち込まれたものの、2回目の先発となった24日、熊本の藤崎台県営野球場での対千葉ロッテマリーンズ戦で8回、103球を投げ3失点で初勝利を挙げた。その後は交流戦で、初完投、初完封を達成するなど、中継ぎ時代からの安定感は健在で、14勝を挙げ優勝に貢献した。CS 第2ステージでは、第2戦に先発し勝利した。この時、第6戦までもつれれば、リリーフ待機する予定であったが、結果的に3戦で決着がつき中継ぎ登板はなかった。日本シリーズでは3戦目に先発し7回1。失点で勝ち投手になり、5戦目、7戦目は、中継ぎで登板し1回1、3を無失点で抑え、日本一に貢献した。年俸は1億9000万円と倍増した。2012年、春季キャンプ開始直後に、監督の秋山浩二から開幕投手に指名され、キャンプオープン戦でも好調を維持した。開幕10日前に、背中の張りを訴えたが、回復して開幕戦に先発し、勝利投手となった。その後はソフトバンクのエースとして躍動。地元安芸高町スタジアムで行われた8月1日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦では完封勝利。8月1日の楽天戦から9月30日の対北海道日本ハムファイターズ戦まで8連勝。両リーグ最多となる17勝を挙げ、最多勝ち。最高勝率、沢村栄治賞のタイトルを手中に収めた。沢村賞歴代受賞者としては過去最少の完投数である。また、プロ野球史上初となる最優秀中継ぎ投手と沢村賞を持つタイトルホルダーとなった。シーズンオフの12月4日に第3回 WBC 日本代表候補選手34人の候補入りした。契約更改では、プロ入り5年目では、最多年俸となる1億円増の2億9000万円でサインした。2013年2月20日に第3回 WBC 日本代表選手28人が発表され、これに代表入りした。シーズンでは2年連続で開幕投手を務め、6回1失点で勝利投手となる。交流戦に入ってからはやや調子を落とすものの、それ以降は安定したピッチングを続け、7月27日には日本ハムを相手に完封勝利。この時点で3年連続となる2桁勝利を達成した。夏場以降も先発投手陣が軒並みノックアウトする中でただ一人力投を続け、9月6日のオリックス戦では2年連続となる15勝目をマーク。しかしそれ以降は打ち込まれる試合が目立ち、勝ち星を伸ばすことはできなかった。最終的に防御率は自己ワーストの 3.05、投球回数も先発転向後最少となる162回、1、3にとどまったが、勝利数ではリーグ2位タイの好成績を収めた。契約更改では、球界最速の6年前で年俸4億円に到達した。オフに一般女性と結婚。2014年、この年も開幕投手を務め、7回途中4失点自責点3で球団史上初の3年連続開幕戦勝利投手となるも、1年を通して不安定な投球が続き、5月には右肩の筋疲労で登録抹消。最終的に4年連続となる2桁勝利こそ達成したものの、防御率、与四球、奪三振のいずれも自己ワーストとなり、規定投球回にも未達となった。特にシーズン終盤は大量失点が続いた。CS でもファイナルステージ第3戦に先発したが、非対抗の2打席連続を含む3本塁打を浴びるなど2回7失点。一方、日本シリーズでは最終戦となった第5戦に先発し、6回無失点と好投した。オフには現状維持の年俸4億円で契約更改。2015年、4年連続の開幕投手となり、8回、2失点自責点0と好投したが、味方打線の援護に恵まれず、敗戦投手となった。その後の前半戦は、前年同様に安定せず、開幕から12試合で4失点以上を7度も記録。特に被本塁打は、6月12日時点で、自己ワーストの12本を記録するなど、大幅に増えた。同日のセパ交流戦、対広島東洋カープ戦で、6回5失点で、敗戦投手となったことで2軍降格。成績不振による登録抹消はプロ入り初となった。約1ヶ月2軍で調整した後、オールスター明けの7月21日のロッテ戦で1軍復帰。以降は安定感を取り戻し、順調に白星を重ね、9月10日の日本ハム戦で10勝目を挙げたことで、5年連続2桁勝利を達成。これ以降は勝ち星を伸ばすことはできなかったが、最終的に防御率などは前年より改善された。シーズン中に国内 FA 権を取得したが、行使せずに複数年契約を締結したことをオフに発表した。2016年オープン戦の成績は他のローテーション投手より劣っていたものの、過去の開幕戦の相性の良さを買われ5年連続の開幕投手を務める。しかし3回6失点と打ち込まれた。4月1日の日本ハム戦では、初回に中田翔に3乱を浴びたが7回を3失点とゲームを作った。しかし3回目の登板となった4月7日のロッテ戦で5回途中、7失点の大炎上、試合は合計17失点となり、2002年のダイエー時代以来の不名誉記録となった。この試合終了時点で、防御率 9.42、ホイップ 1.98 となり、試合終了後2軍落ちとなった。2017年、日本ハムとのオープン戦で4回無失点と好投したが、読売ジャイアンツとのオープン戦で5回6安打5、失点と打ち込まれ、開幕ローテーションから外れる。4月15日の対オリックス戦でシーズン初登板を迎えるが、4回3失点の結果となる。5月6日の対ロッテ戦において、敗戦投手ながらも121球を投げ、2年振りの完投を記録するが、その後も状態が上がらず、5月25日からに軍での再調整となった。9月24日に行われた対楽天戦において、4ヶ月ぶりに登板。勝ち星に恵まれなかったが、6回まで無失点の好投を見せる。10月1日の対オリックス戦においては、久々の中継ぎ投手としての登板で3回を無安打、無失点で完全に抑え、2010年以来7年振りのホールドを記録する。ポストシーズンは横浜 DeNA ベイスターズとの日本シリーズ第4戦に中継ぎ投手として登板したが1回3失点の内容でチームは日本一になったものの第5戦、第6戦ではベンチから外れた。2018年3年契約の最終年、5月22日の対西武戦で5回で5四球を与えたものの3安打、無失点に抑え618日ぶりの1軍での勝利を挙げるも、中1、3日で登板した次のヤクルト戦では3回ノックアウトと安定せず、6月13日対巨人戦で6回途中まで3安打2失点に抑え2勝目を挙げたが、その後1軍での勝利はなく、2勝4敗防御率 5.16 でシーズンを終える。11月4日、球団より次年度契約を結ばない選手の一人として発表された。他球団での復活を目指し、宮崎フェニックスリーグでも懸命に投げたが、オファーはなく、12月29日、引退を決断。2019年1月8日、福岡ヤフオクドームで記者会見を行い、正式に引退した。通算成績は282試合出場79勝49敗、1セーブ73ホールド、防御率 2.98 だった。11月26日、任意引退公示された。2019年からは当面は、フリーの野球解説者として活動、福岡放送などにゲスト解説者として出演しているほか、RKB ラジオの摂津正の釣りご飯というレギュラー番組もスタートした。2021年1月23日、自身のインスタグラムで、慢性骨髄性白血病と診断されたことを発表した。2021年5月20日、YouTube チャンネル、摂津正摂津50を開設22日から動画投稿を開始した。フォームはオーソドックスなオーバースローだったが、現在はテイクバックの小さなコンパクトなフォーム。平均球速約時速 139km、最速時速 148km のストレートと、緩急2種類のシンカー、スライダー、カーブを投げ分ける。意表をついて内角を狙うストレートをカウントアップ自己ベスト886点というダーツの腕前を活かした制球力で投げ分け、打者を打ち取っていく。シンカーは三振を奪う際やカウントを取る際など状況に、応じて変化を変えており、2009年は投球の 76% が低めに集まっていた。リリーフとして起用された2009年から2010年にかけては平均球速時速 142km を記録したストレートで4球に1回近い割合で空振りを取り、リリーフでの奪三振率は 10.61 を記録した。先発として起用されるようになった2011年からの通算予試球率 2.06 の抜群の制球力を誇る。コーナーを突く投球のため、リリーフとして起用された2010年までは予試球率 3.11 と四球が多かったが、逆球率は 5% 弱と低かった。選手からも制球力の評価が高く、今江敏明は、摂津さんってコントロールむちゃくちゃいいんですよ。テンポもいいし、テイクバックが極端に小さいから、タイミングが取りづらい。と話し、ブライアン・ファルケンボーグや DJ ホールトンからも高く評価され、山田大輝は、摂津のシンカーの握りを真似し、落ちる球を会得。さらには、ソフトバンク球団会長の王貞治をして、メジャーでも即通用する投手として、名を挙げられた。2011年以降に放送されている、プロ野球選手100人が選んだ。この選手がすごい。コントロール部門では2011年の3位入賞から4年連続でトップ5入りを果たしたほか、栗山巧は、摂津が引退した2018年度放送回まで8年間連続で、摂津に投票し続けた。登板した際は、投球練習を終えた後、センター方向の旗を見て小さく数回ジャンプするという行動を行っている。本人曰く、気持ちをリセットして、さあやるぞっていう自分への合図みたいなものだという。西武ドームを得意としており、2014年に一度負けているもののほとんど勝利を収めている。社会人時代4年目に無駄な動きを極力なくした投球フォームに改造し、これが現在のテイクバックの小さいフォームの基礎になっている。愛称は、摂津様、摂津など、平常心が座右の銘であり、ピンチにも動じない投球を見せる。趣味は魚釣り。プロサッカー選手の摂津さ、等とは血縁関係がある。沢村賞と最優秀中継ぎ賞、両方を受けた投手は2018年現在、摂津のみ。ありがとうございます。